どうもこんにちは、イケケンチャンネルです。今回はね、前回の、動画の続き、iPad をお得に買う話からの、続きで、昨日の夜中、今日の午前0時に発表された、Apple から発表されました、新しい iPad のことについてちょこっと、雑談していきたいと思います。はい、画面キャプチャーしながら話していこうかな。ということで、はい。ということで、今から、雑談していきたいと思います。まずはね、今朝、出した動画ね、iPad をお得に買う方法っていう、動画出しましたけども、あれはですね、言ってみると、本当数量限定の、整備済み製品、なんてことない整備済み製品なのでね、前年モデルのね、今開きましたけども、iPad の整備済み製品はですね、あの動画を出したからか出してないからか分かりませんけども、あのあと超速攻で売り切れまして、おかげさまで。僕アップルの人じゃないですけども、超速攻で売り切れました。僕は無事ゴールドの、32GB ね、買いましたけどね、税込みで 28,400円ぐらいでしたっけね。29,000円弱ぐらいかな、でした。おかげさまで、お得に買うことができました。で、これに限らずね、アップルさんは、いつもですね、新しい製品を出されるたびに、その前年モデルっていうか前のモデルが、旧製品として、旧製品になるんですけども、それを製造中止にするんではなくて、大体ね、どれぐらいかな、20% とかかな、前のその僕注文したやつは 24% オフってなってましたけど、だいたいね、かなりお安く買えるんですよ。なのでモデルチェンジした時は新しいものに飛びつくね、革新的な機能のね、チェンジがあったりとかね、そういうそういうのでなければ、それでね、新しいもの飛びつくのもよし、そうじゃない場合は定期的にですね、整備済み製品のところをチェックしますと、iPad に限らずMacBook Pro とかね、いろいろね、こんな安いのっていうのがたまに出てきます。はい、いずれもその前年モデルとか、過去モデルなので、一概にその全ておすすめするってわけではないんですけども、要は現行の機種がオーバースペックだったりする場合は、あえてね、その最新モデルに高いお金を払わなくても、前年モデル、前々年モデルでお得に買うのもまた一つの方法かなと思いますんで、はい。また、出てくると思いますのでね、そういうのをね、懲りずに待つっていうのも一つの手ではあります。はい、じゃあ、それは前の動画の、続きなので、それは置いときまして、昨日ってか夜中に発表されたこと、まず、アップルと教育っていうこういうコンセプトのもとに、全ての生徒のクリエイティビティを解き放とうと、キーノートはちょっと今置いときまして、要はね、iPad を、教育現場に持ち込むというか、いろいろな計画がありまして、要はね、Apple Pencil と iPad を使って、紙とペンの、ノートとペンの代わりにするってことですね。で、それと、要は、アプリ先生側から言うと、例えば
教科書をアプリ化したり、まあ、あとその絵ですね、そういうクリエイティビティなところ、うん、そういうようなところはやっぱりアナログもいいんですけども、で、まあ、デジタルだと、まあ、いろいろ現代ね、デジタルだといろいろしやすいこともある。でこれからその人たちが大人になって、また新しい、まあ、クリエイティビティなあのシステムとか、ハードとか、まあ、ソフトを生み出す、まあ、そういうような世の中に、まあ、なるために、まあ、いろいろ実験されてるんですかね、まあちょっとよくわかんないんですけども、そういうような未来のためにこういうものをアップルさんと、まあ、国なのか教育機関なのかが連携して打ち出したということですね、はい。でまあ、具体的に言うと昨年までのモデルの、ね、一番無印の iPad ね、一番安いやつね、それが、OS じゃなかった、何ですか、CPU が強力になった、うん、速くなった。そして、Apple Pencil に対応した、あとはですね、まあそんなところですかね、うん、細かく言うと、まあ、いろいろスペックアップしてるんですけれども、まあ大きく分けると、Apple Pencil に対応してしたっていうこと、まあそれから A9 チップから A10 フュージョンチップに変わった。でこれによることで、あのね、現行の、iPad Pro 一番強力なやつ、一番その性能のいいやつに結構迫る勢いの、CPU パワーを持ったまますごく安くなったというかなりお得な側面がある iPad、 無印 iPad ですね、うん、だからそれを考えると今回の iPad はあのまず iPad 持ってなくて iPad を欲しいなっていう方にはとても魅力的なというか、まず第一におすすめする機種ですね、うん、AR に理想に近づいたディスプレイか、メモ帳からカメラまであらゆるものに変身できる多彩な一台です、ね、書く、ハイライトする、メモを取る、うん、Apple Pencil で思い描いたものを思いのままに描こうと、まあ、Apple Pencil に対応したってことが本当に大事なことですね、うん、まあ、カメラも多少パワーアップしたのかな、うん、という感じですね、あと Bluetooth のキーボードで、まあ、ちょっとパソコンライクな感じにもできると、うん、でマルチタスクもできる、内蔵アプリケーションもまあいろいろと強力だと、うん、そして色がですね、ゴールドが新しくなった、うん、なんかその iPhone8 みたいな感じでゴールドチックからちょっとブロンズっぽいゴールドになったというような感じですかね、うん、で外観はほぼ変わってません。重さも変わってないのかな、はい、ですね。あとまあバッテリーの持ちは今までと一緒で、まあ1回の充電で10時間ぐらい、でまあファイル管理はあの iOS11 の時に変わりましたけど、まあそのね、アプリごとにそのアプリだけでしか管理できなかったものが、iCloud ドライブっていうもので、まあ、一応ファイル管理そこに集約されてるっていう、まあ多分その Windows 使われてる方はこっちの方が馴染みやすいんじゃないかなと思います。はい、あとはうん、マルチタッチジェスチャー、うん、すいませんちょっと咳ばっか出ました。あとマルチタスクでしょ。でまあドックもこの、何ですか、スワイプするだけでドック、ね、新しいドックにねアクセスできるってことで、まあ、ドックに、
入れる量が、ね、アプリの量が多くなった。でこのよいしょマルチタスクのしやすさというか、まあ、できるようになったと、うん、でディスプレイは 9.7 インチ、あの iPad Pro の驚愕縁 10.5 インチとは違って、まあ、普通の広めの額縁の、まあ以前と同様の、まあ、従来 の, あのちょっと普通の iPad 9.7 インチですけどね、まあ、でもそれでも十分ですよね、十分綺麗かな、うん、レティーナディスプレイね、はい、タッチで購入できる Apple Pay、タッチ ID ですね、はい、それからああなるほど、うん、アクセシビティか、ちょっと視覚聴覚、ね、身体機能学習ね、読み書きをサポートする、まあ、支援機能ってことでね、そういう方たちにも、使いやすいとという感じで、まあアクセサリーもねちょっと変わりましたけど、まあまあまあ従来と多少変わりましたけど、そんな感じで、iPad 自体の本体はまあ最初に言いましたけど、大まかに言うと Apple Pencil に対応、 A10 Fusion チップでちょっとパワフルになったという、でお値段は据え置きっていう感じですかね、はい、本当、魅力的な iPad になっています、はい。でですね、 iPad のこれもしかして比較するっていうやつで検討するとですね、 iPad のモデルを比較するっていうところちょっと開きましたけど左から 12.9 インチ iPad Pro、 10.5 インチ iPad Pro で無印 iPad、 あと iPad mini 4が出てます。この4機種比較していきますと、まあカラーはまあだいたいみんな一緒で、まあディスプレイの大きさが違う。で、あとこのチップがですね、左からその iPad Pro は A10X フュージョンチップで、 9.7 インチの今出たやつは A10 チップ、7.91 の、まあ、iPad mini 4は A8 ですね、A8 チップ、うん、で写真管理カメラは、まあ、12メガピクセルの写真と 4K ビデオが iPad Pro で、8メガピクセルの写真と、まあフル HD のビデオが、残り2つですね。で、iPad Pro 2機種と今回の機種、今回の、無印 iPad は Apple Pencil に対応で、まああと、iPad Pro はスマートキーボードと Bluetooth キーボードに対応ってありますが、今回の無印 iPad はスマートキーボードには対応してなくて、まあ、Bluetooth キーボードだけに対応してる感じですね。うん、で、あとはここです。容量と価格なんですけども、まあ、まずですね、iPad の 12.91 はちょっと画面の大きさでなおかつ大きいので、まあ、価格が高いっていうのもありまして、まあ、ちょっと 10.5 インチの iPad Pro を比較対象にしますと、無印 iPad 32GB が 37,800円、 Wi-Fi モデルね。で、 10.5 インチの iPad Pro Wi-Fi モデルの、まあ、64GB、 まあ一応、まあ倍のストレージがあるので、ちょっと一概に一緒に比べられませんけども、こちらが 69,800円、まあ、7万円と4万円弱なんで、まあ半分強、うん、結構ね、値段の差の割には、まあ、確かにね、ディスプレイと、まあ、チップはだいぶ違いますけども、それ以外はどうかなって感じですね。あとやれることは一緒なんでね、うん、という感じになっております。まあヨーヨーと価格はまた
ホームページで確認してみてください、興味のある方はね、はい。でまあ、サイズと重量なんですけど、まあ、12.9 インチの方は、まあ、692g、まあ、677g ってことでまあ多少重いんですけども、まあ、それでも持てない重さではないと。で 10.5 インチの iPad Pro と iPad は 469g で同じで、 iPad mini 4は 298.8g ってことで、まあまあ断然軽いですけどね、小さい分ね、はい、という感じですね。まあ、あとはいろいろね、その今回の iPad には、この iPad Pro に搭載してあるこのフルラミネーションディスプレイと反射防止コーティングで、プロモーションテクノロジーと、あの 光色域のディスプレイ、ね、とトゥルートーンディスプレイという機能が、まあ、ちょっと省かれている、まあ、その分だけちょっとね、液晶の綺麗さではちょっと劣るかなと思いますけども、それでも、まあ十分見やすいのではと思います。でここにチップの性能もね書いてありますね。あの iPad mini 4の A8 チップを標準としたら、今回の iPad が CPU 2倍高速、グラフィックス 2.7 倍高速ですね。で、iPad Pro の方は2機種とも CPU が 2.5 倍高速で、まあ、グラフィックスが 4.3 倍高速ってことで、ちょっとさすがにね、今回の新しい iPad と比較すると、まあ、そこからさらに、パワーアップしてますけど、まあそれを取るか値段の差を取るかって感じですね、はい。あと Apple Pencil に対応かどうか、スマートキーボードに対応かどうか、あとカメラはちょっと、うん、少し違いますね。うん、手ブレ補正がないのかなっていうのもありますけども、まあ、そもそも iPad で、そこまで、写真ビデオを撮るかっていうのもありますけどね、まあ、なきに越したことはないんでね。あ、すいません、ちょっと咳が止まらなくなっちゃった、はい。ビデオ撮影も、まあ、4K のビデオが撮れるプロの方と、まあ、1080p フル HD が撮れるかどうかっていう、ね、感じになってますね。FaceTime はちょっと、うん、1.2 メガピクセルの写真なんでちょっとね画質は劣りますけど、まあそれでもフル HD は撮れるっていうことか。あー、きついねこれ。あ、オーディオが4スピーカーオーディオと2スピーカーオーディオですね。ここら辺がやっぱ違いますね。うん。うん。まあ、こんな感じかな。うん。以上です。だいたいこんな感じですね。うん。はい。ということで、まあ、スペックちょっと見ながら話しましたけど、まあ、多少の違いはありますけども、非常にコストパフォーマンスの高い魅力的なモデルとなってますんで、ご興味のある方は、まあ、もしよかったら、まあ、Apple さんのホームページ見て、うん、買われるのもよろしいんじゃないかと思います。今だったらですね、あれですよ、 iPad 購入にすると確か3月31日から4月1日、あ、4月4日ぐらいでしたっけね。うん。あ、3月30日から、4月3日の、まあ、お届け。まあ、僕、富山県だから富山県って書いてありますけど、まあまあ、4月3日のお届けってことで、もうあと数日で届きますんで。まあ、新しい iPad で、まあ、春の、ね、新しいスタートを切るのもよろしいかなと思います。はい。ということで、今回は以上です。この動画が参考になりましたら、もしよかったら、グッドボタン、あとコメント、もし、またね、こういうお話を続けていきますんで、まあ、それにもね、ご興味ありましたら、よかったらチャンネル登録も
お願いします。僕はですね、整備済み品の、すごくお得に買えた iPad で、これから、届きましたら、まあ明日届く予定なんで、ね、これから、まあ、iMovie なり有意義に、使っていき行って、まあ、それをまた動画にしたいと思いますんで、その点も興味がありましたらまた次の動画見てください。はい、ということでイケケンでした。ではまた。あ、そうだった、次の動画ちょっとね別で、ちょっと iPad をもう一つですねお得に買う方法、お話ししますんで、この動画撮った後にまた動画撮ってすぐ上げますので、またよろしくお願いします。はい、ではまた。